沖縄の、まあなんか、那覇市の泊まり、この辺ですね。この青いところ。この辺にある、テレア商店っていう古本屋があるんですけど、沖縄に、来て、まあ、移住してきた、19年前からもう頻繁に行ってる古本屋の一つなんですけど、コロナの影響だったり、もうそもそも最近なんかもう、まあ、電子書籍化の影響で、もう売り上げが大幅に落ちて、もう今年いっぱいで閉めるかも、頑張って残すかもという、まあ、微妙な古本屋ではあるんですけど、ただ、置いてる本は結構珍しい古い本、まあ、なんか30年以上前の漫画だったりとか、まあ、50年以上前のなんか沖縄の専門書だったりとか、まあ、いろんなものを置いてるんですね。まあ、なんかテレビが取材に来たことも、まあ、あったらしいんですけど、よくわからないって断っちゃってるんですよね、ここの人。まあ、それはいいんですけど、その古本屋で、ここも、ブックハウスと同じように、まあ、古いジャンプを置いてるんですね。ほとんど100円で買えるんですけど、これだけ200円でした。この、ジャンプは、2013年の36号です。ということは、今から9年前のジャンプですね。このヒメドルっていう漫画の、第1話が収録されてるんですけど、まあ、これだけ200円で、収録されてる理由は、このヒメドルっていう漫画は、もう連載もそんなに長く続かなかったんで、まあ、これの第1話だからっていうわけではなく、ここに、この、遊戯王、ゼアルカードっていうのが、入ってます。これは未開封です。この中にカードが入って、このカードが、まあ、レアなやつだったら、さらに高くなりますし、しょうもないカードだったら逆に値段下がっちゃいますし、まあ、開けちゃった時点で、価値ないんですけど、ただこれはネットでは500円でした。ね、まあ、ネットで500円って言っても、まあ、なんていうかな、沖縄ですからね、まあ、送料が高くなる分、多分、まあ、その分、こっちが、まあ、送料代負担することになると思うんで、まあ、300円に送料相手持ちっていう感じになると思います。ちなみに2013年のジャンプは250円です。今2022年はだいたい290円ぐらいだったんで、まあ、当時は40円ほど安かったんですね。まあ、ちなみに目次せっかくだから見ようと思いますね。目次。まあ、こういう、こんな漫画もやってたんだなっていうのはちょっと懐かしい感じもするんですけど、ワンピース、ナルト、トリコ、暗殺教室、食撃の相馬、黒黒、ジャコ、ニセ恋、サイケ、ワールドトリガー、黒子のバスケ、ハイキュー、ベリズバブ、犬丸出し、こち亀、ソウルキャッチャー、銀魂、スモーキー BB、無糖ブラック、っていう感じの漫画が連載されてたんですけど、まあ、今現在も連載してるのはもう一番上のワンピースだけですね。まあ、他のナルトとかトリコとかは、食撃の相馬もですけど、まあ、比較的最近まで連載されてたのもいくつかあるんで、普通にゲオで、まあ、漫画自体は借りて全巻読むことはできます。商店っていう、まあ、古本屋ですね。結構いろんなものが安く売ってます。まあ、20年ぐらい前のちょっと珍しい本も結構あります。村上。